2023年1月5日、今季から日本ハムが本拠地とする新球場、エスコンフィールド北海道の完成式が行われ、球団や施工関係者らおよそ300人が出席しました。新庄剛志監督は新球場について、こんな素晴らしい球場で野球ができるプロ野球選手たちが羨ましい、と興奮した様子で SNS に投稿しました。稲葉篤則 GM は、ライトスタンドが近く感じた。ファールゾーンも狭い。ホームランが出やすい球場になっていくだろうし、間違いなくバッター有利。戦い方も変わってくる。と新球場の感想を口にし、作業に従事した65万人の思いや魂を引き継いでいきたい。チームとしては勝っていくことが恩返しになると思うので、優勝できるようにやっていきたい。と話しました。日本ハムは昨年までのホーム球場であった札幌ドームを通して札幌市と大揉めをした経緯がありました。2016年から自前で球場を建設しようという構想が生まれました。球団にとっては念願の新球場です。札幌ドームとの比較などを織り交ぜ、エスコンフィールド北海道の魅力に迫っていきます。新しい街を作る。札幌市の南東 22km にある北広島市に日本ハムが開業する北海道ボールパーク F ビレッジが2023年3月に開業します。JR 北広島駅から車で5分ほどの場所にある広大な敷地に、最新テクノロジーを駆使した新球場エスコンフィールド北海道を中心として、ホテルやグランピングなどの宿泊施設やレストラン、温泉、レジャー施設などが揃う一大複合施設です。コンセプトは世界がまだ見ぬボールパーク。ボールパークとは野球場を中心として商業施設や宿泊施設なども備える総合エンターテインメント施設のことです。米国では人々は球場のことを親しみを持ってボールパークと呼んでおり、近年日本のプロ野球でもその考えが広がりつつあります。 F ビレッジでは周辺エリアに子どもたちが遊べるキッズフィールドや農業学習施設、分譲マンションなどを配置し、球場と地域が一体となった共同創造空間を目指しています。 F ビレッジの F にはファイターズのほか、フューチャー、フュージョン、ファンなど様々な意味があり、パートナーやファン、同民と共に新たな意味や価値の創造を目指そうという思いが込められています。通算213勝投手であり野球評論家の北別府学氏は、広島の成功例を挙げ、エスコンフィールドの成功を確信しています。マツダスタジアムがそうだった。昔は指定席、自由席という格差のようなものがあったけど、今はどこの席からでも十分楽しめる。球場を一周できる遊歩道やアミューズメント施設もあって、野球以外の違った楽しみ方もできるからね。あっちでご飯を食べて、こっちでお酒を飲んで、そっちで子供と遊んで、みたいにいろんな工夫を凝らしているから、若い人を中心にお客さんが増えている。さらに2027年を予定として、JR 北海道千歳線の新駅、北海道ボールパーク駅も開業される見込みであり、交通も利便化される予定です。F ビレッジの誕生とは、時間をかけて北広島市に新しい街を作ることとも言えるでしょう。日本ハムの新球場移転による経済効果は、今後の10年間で見るとおよそ6788億1740万円に上るとも言われています。最新鋭の仕組み。 F ビレッジの要となる新球場エスコンフィールド北海道は、日本では珍しい左右非対称型の形状です。開閉式屋根付き球場としてソフトバンクの本拠地福岡ペイペイ球場に次ぐ2番目ですが、天然芝球場としては日本初となります。収容人数は3万5000人で、札幌ドームの収容人数が41万3000人であることから、規模感は小さくなりますが、野球専用のスタジアムであることと、スタンドからグラウンドまでの距離が MLB 最短レベルなので、より臨場感のある試合を演出します。そしてエスコンフィールドには最新鋭の仕組みが盛りだくさんに組み込まれています。フィールドの天然芝に光を届けるガラス壁や、縦16メートル、横86メートルという世界最大級の大型ビジョンが特徴です。メイン通路は球場の周囲をぐるりと囲む360度回遊型になっていて、どこからでも球場内を見ることが可能です。通路には段差がなく、歩いて回れることをコンセプトとしていて、メイン通路には多彩なフードショップが入りますので、歩いているだけで楽しめる空間になっています。左翼後方にそびえ立つランドマークタワーイレブンは、エスコンフィールドの目玉の一つです。球団 OB のパドレスダルビッシュ有投手と
エンゼルス大谷翔平選手が日本ハム時代に背負った背番号11に由来し、2選手が建物に大きな壁画として描かれ、飲食店や宿泊施設、温浴施設が入居します。世界初の天然温泉のある球場として、野球観戦の楽しみ方がぐっと広がるユニークな仕組みが盛りだくさんとなっています。注目すべきはサウナです。世界初となる試合を生で観戦しながら入れるサウナ室で、日本ハムが試合をやっている日はもちろん、試合がない日も利用可能です。プロのアスリートが本気でぶつかり合う神聖な静寂のグラウンドを前に整うことができる空間は、広がり続けるサウナブームの中で唯一無二の存在感を放つサウナとなるでしょう。広大な敷地の中には様々なエリアがあり、キッズエリアにはボーネルンドの直営施設としては日本最大面積となる遊び場、リポビタンキッズプレイロットバイボーネルンドや、ミニチュア版の野球フィールドも設置されています。ここでプレーを体験した子どもたちの中から未来の日本ハムの選手が誕生するかもしれませんね。札幌ドームとの違い。2004年から本拠地を北海道に移し、札幌ドームと共に歴史を刻んできた日本ハムが新球場を建設するに至った経緯は、札幌市との経営に対する利害が対立する部分など様々な要因がありました。これらの問題が新球場建設により改善するかどうかを見ていきます。一つ目の問題は、札幌市が管理する札幌ドームの使用料が高額な上に、札幌市から値上げの意向があったことです。日本ハムは札幌ドームのリース料を札幌市に年間約9億円支払い、さらにはグッズ販売収入など年間約20億円を支払ってきました。さらに野球の試合以外のイベントで札幌ドームを使用するとき、日本ハムが設置しているトレーニング機器などの片付け費用を日本ハム側に負担したり、ライブ会場の撤去費用も日本ハムが負担したり、他にも警備費や清掃代などが加わり、これらを合計すると球団が札幌ドーム側に支払っている金額は年間で約26億5000万円と言われていました。使用料が高いだけでなく、グッズ販売収益の契約料やリースであるがゆえの保守、サッカーやコンサートなどの費用も含む修繕費を支払う必要がありました。日本ハムが札幌ドームの売り上げの半分を上げているにもかかわらず、札幌市は再三の値下げ要求に応えるどころか、年間使用料を値上げしたのでした。エスコンフィールドは経営のすべてを日本ハムが管理することになるので改善されるでしょう。北広島市も日本ハム側の考えを理解し、市の活性化と成長を日本ハムと共に歩んでいく姿勢を打ち出しており、両者はウィンウィンの関係と言えるでしょう。2つ目の問題は、札幌ドームに物販と広告収入をすべて吸収されていることでした。札幌ドームでは日本ハムはグッズの販売収益の 30% を徴収されていました。また札幌ドーム内のスポンサー広告のすべてが札幌ドームに帰属されていました。オリジナルグッズを販売しても収益の 30% が徴収されるというのはかなりの痛手であり、スポンサー広告に関しても全く自由度がなく収入もありませんでした。これも一つ目の問題同様、エスコンフィールドは経営のすべてを日本ハムが管理することになるので改善され、オフィシャルグッズの販売スペースも豪華になりリニューアルされるそうです。3つ目の問題は、札幌ドームでは食品メーカーである日本ハムに飲食での収益がないということでした。札幌ドーム内の飲食店はファーストフード、大手チェーン店ばかりが入っており、日本ハムが運営提携する店舗はありませんでした。食品メーカーである親会社の日本ハムに飲食部門での収益が全くないのは大きな問題でした。エスコンフィールドではタワーイレブンの1階に日本ハムが運営するタワーイレブンフードホール by 日本ハムが設けられています。客席を備えたフードホールには大型モニターやステージが設けられ、パブリックビューイングをしながら食を楽しめる仕様となっています。フードホールを構成する店舗は3店舗あり、いずれも北海道の食材を中心に良質な食材を親会社の日本ハムのグループ力で調達し、最良の調理を施したものです。エスコンフィールドでは食品メーカーの強みを生かした飲食部門でも収益が見込めるでしょう。4つ目の問題は、札幌ドームの人工芝が選手の足腰へ負担をかけていたということです。札幌ドームの人工芝が硬いことは有名で、怪我人が続出する札幌ドームはネットを中心に殺人ドームと揶揄されていました。特に外野手がこのグラウンドコンディションの影響を受けやすく、中田翔選手はこれが原因で膝を壊してしまい、外野手から一塁手への転向を余儀なくされています。
さらに2021年9月には近藤健介選手が打球を追った際にフェンスにぶつかった勢いで後頭部からグラウンドに体を強打し負傷退場、脳震盪特例措置で登録抹消に至りました。クッション性のない人工芝では怪我のリスクはもちろん、日々試合を行う選手たちの疲労度にもかなり影響があります。エスコンフィールドは前述したように手入れは大変ですが、スタジアムを全面ガラス張りにすることにより天然芝への対策もしっかりとできています。日本ハム OB であり、現役時代は代打の切り札として活躍をしていた谷口裕也氏は選手より一足先にフィールドを体感しています。谷口は2017年に右膝の靭帯損傷の大怪我で手術したことがきっかけで引退を意識するようになった経緯がありました。谷口はエスコンフィールドについて、仕事を忘れて打って走って守って投げる、久しぶりに野球場を駆け回りました。天然芝はいいですね。現役の時は憧れていました。ファンや選手のことを考え尽くしている球場です。ブルペンが外にあり、ブルペン周りにも客席があります。ブルペン付近のシートに座れば試合開始から登板までを逃さず堪能できます。プロ野球選手がどのような準備をして試合に向かうのか、子供たちはそんな勉強もできるのです。360度どこからもリアルな野球を見ることができ楽しめると思いますよ、と語りました。以上のように現状でのたくさんの問題点を新球場への移転が改善してくれるでしょう。球団、選手、ファン、全てにプラスになる移転と言えるのではないでしょうか。エスコンフィールドが完成するまでに問題がなかったわけではありません。2022年11月に本塁プレートからバックストップまでの距離が公認野球規則で定められている基準である約18メートルより短い約15メートルしかないことが判明しました。ルールはルールなので1球団だけ例外を認めるのは難しいという主張も多く、2023年度は特例で使用が認められましたが、以降は見直しが求められています。新庄剛志監督はこの問題に自ら口を開きました。今は球団が懸命に対応している状況、一つ言えるのはファンの方たちに一番喜ばれるようそういう気持ちで作った球場だということは分かってほしい。俺が子供だったら近くで見たいですよ。近くで見せたいという気持ちがあの作りになった。新庄は現役時代にメジャーで経験したことを次のように語ったことがありました。日本の野球とメジャーの野球はパワーやスピード、ボールの感覚など違うところがたくさんある。芝の違いもそう。ざっくり言えば日本は人工芝が主流、反対にメジャーは天然芝が多いからプレーを変えなければいけない。例えば人工芝と天然芝だとゴロやバウンドの質が大きく変わる。人工芝は球速が速いから内野手は多少深く守ることができる。これが天然芝だと球速が遅くなるから取ってから速い球を投げなければ間に合わない。実際にその違いに戸惑う日本人内野手は少なくない。グラウンドと観客との距離もそう。日本人野手がメジャーで通用するには日本にいる時からメジャーの環境に慣れることだと思う。グラウンドに近いスタンドは臨場感をもたらします。メジャーでは基準が義務ではなく推奨ということもあり、18メートルが厳密に守られているわけではありません。2020年に開場したレンジャーズの本拠地グローブライフフィールドも 12.8 メートルしかありません。野球解説者の高木豊氏はこの問題について、投球をよりリアルに感じられる、このまま現行でいいんじゃないの、せっかく新球場を作ってこれからという時容認するような形をとってもいいと思う、とコメントし、ファンが臨場感を味わえるメリットもあるため NPB にこのまま現行通り新球場が行けるような裁きをしてほしい、と語りました。ルールはルールですが、小さなことにそこまで目くじらを立てなくてもという要素もこれからの日本野球の発展には必要かもしれません。グラウンドは野球の魅力を創出する原点です。この問題がいい形で収まり、エスコンフィールドがより魅力的な場所になることを、こんな素晴らしい球場で野球ができるプロ野球選手たちが羨ましいと語った新庄は願っているでしょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今後もプロ野球の動画をどんどん出していきますので、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。